2020年度子どもたちの心を育む活動、受賞団体学童における感染症予防教育研究班北海道。活動テーマは子どもたちから市民へ届ける感染症予防啓発活動です。エビデンスに基づく感染症の知識を学び、予防の必要性を実感した子どもたちが市民に向けた予防策の発信や普及に主体的に取り組んでいる活動です。感染症予防へのニーズが高まる中、研究班は道内の小中学校や幼稚園などの依頼に応え、感染症予防の出前授業を実施しています。授業を受けた子どもたちは感染症について真剣に考え、ポスター&川柳コンクールや感染症クイズの動画作成などを通して予防啓発活動に積極的に参加。子どもたちが興味深く学べるように産官学が連携しサポートを行っています。活動の経験は子どもたちの心に自主性と社会性、自己肯定感を自然な形で育んでいます。